あと聞きたいの。漁師のこと聞きたいんですけど。うん。なんか、樹海のなんとか、なんていうんですかね。生まれて、親から生まれたっていう。うん。こと母親は、母親と、とか父親っていうのは自分の過去に行った業が現れたものであるみたいなことをちょっと言ってませんでした。母親。今の、例えば自分の母親は、うん、僕自身が過去において積んだカルマ、業の現れであるみたいな話ってなかったでしたっけ？いや、もう全部そうですよ。どの親の元に生まれてくる、あるいは親がこういう状況になっちゃう。その深い関係性、親子っていう関係性っていうものもそうだし、まあ何でもそうだけど、全部カルマ、業の現れだよね。これは兄弟であっても全部。もちろんそうです。それは濃い関係と、簡単に言えば薄い関係の人が世の中にいるじゃないですか。うん。だから濃い関係で出てきてるってことは、そのもう命というものは非常に濃い因縁で、過去からずっと繋がってるっていうことだよね。なるほど。うん。で、じゃあ簡単に、薄い関係の中の人で迷惑かける人っているじゃないですか。何の関係？すごく薄い関係、うん、まだ数回しか会ってない人の中でも、はいはい、すごい迷惑かけるやからっているじゃないですか。はいはい。で、そういうのも全て、こうってことなんですか？全くそうですね。交通事故なんてまさにそうじゃないですか。今日初めて出会ったのに殺されちゃう場合があるわけですよ。ええ。あれは、うん、その因縁によってそこに出会っちゃうわけですね。うんうんうん。まあ、因と縁だから、ええ。業と、それから縁が二つあるんだよ。ここがややこしいんだよね。うん。縁として、なんつうかな、全くそこに偶発的に起こる現象もあるってことなんだよね。うん、うん。でも、そこで死ななきゃいけないとか、迷惑を受けなきゃいけないっていう業は自分にある。うん。その時点でね。はい。で、それが相手、まあその相手と出会っちゃったっていう意味では、深い因縁があるんだろうけど、うん、この縁がまたね、縁という要素もあるんだよっていうわけだね。偶発的な要素もあるんだけども、うん、まあ基本的にはその人間によって苦しまなきゃいけないっていう、基本はそこにあるんだよね。うん、なるほどですね。わかりました、うん。で、あとですね。うん。月報層っていうことについてちょっとお話、ちょっとだけ聞きたいんですが。はい。仏教っていうのは、ええ、月報層の3つがあって初めて、はい。仏教と言えるわけですよね。そうなんです。我々は少数の人間というのは、うん、歴代、脈々と続いていらっしゃる、うん、ホス様がいらっしゃいますよね。はい。なので、僕らっていう知恵っていうのはそこに当たるわけですよね。そう、根本的な知恵は、現時における根本的な知恵は、唯一人のゴス。そうですよね。でも、それを別してっていうね。別して言った場合はそうで。うん。開いてたら、どういうことですか？層別っていうのは仏法で必ず層別があるんだよね。層別。うん、はい。総合的な層と、はい。それから、別だよね。分別する別。はい。この捉え方っていうのは常にご訪問にあって、で、言うてみれば、究極的に言えばっていうのが別して、はい。それを普遍して一般的に言えばっていうのが総辞典になるのね。はいはいはい。ほんで、今の話に当てはめると、はい。究極的に言えば、つまり別して言えば、ゴーションだけに真を取るっていうのが別した場合ね。はい。でもそこは、そうは言ったって、ご住民からちゃんと免許を被った各末人のご住職に尊信、信を取るっていうのが総じた場合。そう、はい。これが、はい、仏法僧の僧に帰依をするっていう場合の別の場合と総じた場合なんですね。はい、そうですか。なるほど。だから、ご住人だけを信じてりゃいい、末人の住職なんか吹っ飛ばしていいんだって、これがまたいけなくなるわけですよ。はい、ご住人に根本的信を取りつつ、ちゃんと所属している末人のご住職にその尊信をしていくと。はい。で、まあそういう筋道ですね。はい。はい。それで例えばですけど、うん、例えば、厚生会。うん。もしくは学会。まあ厚生会にちょっと絞った方がわかりやすいかもしれないんですけど、うん。彼らの言う仏法僧の僧って何ですか？
自分だっつってんです。自分たちこそがそうだっつってんですよ。そうっていうのは元々の原理言うとね、ええ、僧侶っていうサンスクリット語から来てて、仏道修行者集団っていう意味があるんですよ。そもそもに。そうなんだ。僧侶。僧侶っていうね。僧侶、はい。うん。それは結局は、お釈迦様を中心とした相談のことを言ったわけなんですよ。で、お釈迦様は仏だから、結局はそこに集った仏道修行集団が僧侶ってことで、集団的な、複数的な意味なんだよね、あれ、元は。なるほど、元々は。うん。で、それを引っ張ってくるわけですよ。はあ、はあ、だけど、ね、一つ言葉の意味としてそうだとしたって、じゃあ、集団そのものってのは点で勝ってのことみんな言い合うわけだから、うんうんうん、それに真を取れるっていうことは基本的には無理じゃないですか。じゃあ誰にどうするんだって話になって、うんうん、で、結局は、唯十一人っていう、お釈迦様もそうだけど、箇所尊者に次の三本を全部お任せになったわけだよね。ってことは、そうっていうのは別して言えば結局は唯一一人の、けじめ役を受けた方ってことに必然的になっちゃうわけですよ。なるほど。はい、というのが、彼らは、まあ、二乗五世界で言えば、結局、在家出身の日本の日教っていうのが出てきて、ご僧侶を立てないわけだから、まあ、形式上身の部に所属してるっていう、まあ、一つのバックボーンみたいなものはやるけども、うん、でも、運営はやっぱり在家集団じゃないですか。なるほど。でも彼ら詰めたら、じゃあ、あれなんですね、身延のお坊さんっていうふうになるんですかね。いやー、そこは結局、各形式だけでしょ。そうですよね。何一つそんなの出てきたことないですからね。うん。うん、しかも、僧として、仏法僧としてあがめるんだったら、師として常にそこにその教えを請わなきゃいけないわけですよ。そうですよね。で、また師として弟子を叱らなきゃいけないわけだね。はい。これが師弟という関係を持たないことには、その本当の意味で師じゃないから。はい。で、と、身延というのはただ格好だけで、はい、我々は、ただの信仰宗教じゃないんだよ、ぐらいな看板に使ってるだけですよ。うん。ってことで、もう、集大成が全部、日本の日教を始まって、杉並の大幹部たちが全国へ、こう、下ろしていくっていう、在家が在家を、指導してるって形だよね。なるほどね。そうすると仏法僧っていうふうについた場合に、いやいや、この僧侶として我々そのものが、その僧帽なんだと、僧の宝なんだと。うんうん。っていうことに論理的には持っていくんですよね。なるほどね。でも、末端の人は、仏法僧の仏はいいとして、法もいいとして、僧いないじゃないかって言ってもみんな何も言えないわけですよね。言えない。僕が話した。言えないはずですよ。いないのに誰からどうやって聞くのっていう。うん。しかもその法座みたいなわけわかんないもので、一般素人が変なこと言ってることをどうなんだって。うん。で、そんなことないって言うから、もう現実こういうの体験してきてるからって。うん。って言うともう何も言えないわけですよね。言い返せないですよ。うん。本当に、だってそんな真面目に、仏法僧なんて三宝を真面目に考えてやってないもん。いや、本当その通りなんですよ。うん。そうですね。それともう一つです。うん。じゃあ、宗主の場合ですね。うん。僕はたまたま、豊田さんの、に出会えたから、こういうふうなことって聞けますよね、いろいろ。はいはい。じゃあ、もし豊田さんと会っていない、うん。人方ってどうするんですか？ご住職に聞くのさ、まずはまあ、釈伏してくれた人に、いろいろ、とりあえずは聞くじゃないですか。うん。で、一応先輩だから、信仰の先輩だから、うん、それなりのことは答えてくれるよね。うん、でも、怪しいこともあるわけですよ。うん、だから、画面で喋っちゃいけないよって常に我々は、こう教えられてくるわけだよね。うん、だから、知ってても間違いないことは、在家でも先輩信者が新しい信者に話してあげることはいいけど、うん、もう自分でこう、キャパ超えたものは一切喋っちゃいかんと。うん。すべてご住職に聞きなさいと。うん、うん、うん。っていう指導体制だよね。あ、なるほど。うん。でもご住職って常にいらっしゃるわけじゃないですよね。まあそうです、そうです。だから、まあ文章にして送っといておくとか、ファックスとか、うん、うん。あんまりそのね、信者がみんな電話したって失礼だから。
もちろんだし。うん。そこで、まあ、こうっていう体制があるわけよ。こうっていう体制ですね。うん。お寺に所属する信徒団体。うん、OK、こうですね。ね。で、そこで、まあ、うん、基本的には皇統様が、あの、すべての信者たちの、ある程度の応対ができるような、まあ、人格と、それから信仰を持ってなきゃいけないんだよね、本当はね。うん、うん、本当はね。うん。だから、住職の一応、代理をするわけですよ。うん。住職では絶対ないんだけども、うん。まあ、補佐をするというかな。うん。当たり前なことぐらいなことは全部皇統たちが、皇統副部長や、皇の幹部たちが、信徒たちに教えていける。うん。またそういう立場の人たちを幹事、うん、役員から皇統たちに、まあせまあ、選出していくと、うん。っていう流れがある。そうするとご住職に全てがのしかからないように、非常に、もちろん皇の幹部たちも判断できない問題は、皇統たちからご住職にお考え立てると。うんうん、でも判断できる内容、日常のささ、ほつほつの、行の仕方とかね。うん、だから、通常のやっぱり人が抱えてる悩みに対してこうしたらいいよとか。それはもう、今までの経験的にもうみんな体得してることだから、そのこのレベルだったら、こう、こうの中で答えていくっていう感じですかね。なるほどですね。うん。うん、そうですか。じゃあ、こうの中に入っていろいろ感じなきゃいけないんですよね、自分たちもね。ただここが我々は妙想寺の公だから公中だから、うん、妙想寺ね、はい、そうなんですよ。だから禅師さんの公中はまあある意味別の公中だから、うん、別にそんなに深入りする必要もなければ、うん、また逆に深入りできないんですよね、縦の辻目ってことを言われるから。なるほど。なので全て筋道は佐々木さんの場合だったらこれでいいんですよ。うん。で、ただ修行の場としては、禅師さんを貸していただくってことだよね。本堂へ寄させていただく。うん、で、まあ、当然その時にご住職のご指南もご説法もあるけど、うん、これはもう宗務員でちゃんと認められてるけど、参詣寺院のご住職の、話は別に、もちろんしっかり聞いてくることはいいわけです。うん、ただ、信仰の悩みとか、信仰のいろんな問題を、産経寺院のご住職や校中に聞くというのは筋目が違うんだよ。なるほどですね。うん。でもね、豊田さんみたいなここまで知ってる人って、在家でいるんですか？いや、もうそりゃ、いますよ。今、いっぱいいますよ、そりゃ。そうなんですか？うん。ただ、表現の仕方が違うだけだよね。うん、僕の場合は、もう、知ったことは全部 YouTube で、もう、あからさまに喋ってるだけで。うん。普通、もっと知ってても黙って、その人だけが知ってるとか、うん。宇宙の人に聞かれれば話すとか、うん。いう人はいっぱいいますよ。いや、でもここまで調べてる人ですよ。いましたじゃあ、誰か名前言います？うん、もう。この人は僕よりっていうぐらい。何人ぐらいいらっしゃるんですか、そういう方々って。まあ他はちょっとね、ほら、表に本とか出さない限りわかんないから。うん。だけど、本出してるからとか出してないからっていうことで、知ってる知らないは関係ないからね。うん、そうです。僕もともと出版社なんでよくわかります。うん。だから、特に世にそういうものを出版したり、表現してなくても、うん。でも、そうでしょう。どうでしょうかね。在家で本当にそういうレベルって考えていくと、ええ、まあ、人はいないかもしれませんね。ああ、例えば、そういうふうな人と会おうなんて思ったらもういないわけですね、結局。それはちょっとわかんないね。本当に、こう、在野にそういうすごい人がいるかもしれないし。ただ、その人にいろいろ来るってことはできないからね。はい、わかります。初めとしてはね。僕は、妙想寺のホッケコになるわけですね。そうなんです。はい。縦娘。その、縦娘。うん。長野県ですね。そうなんですね。うん。なるほど。ただ、この間一緒に来てた君みたいに、まあ、高津に足しげく、高に、お寺に足しげく運んでるうちに、お寺の人たちも、
まあ、自分たちの行員ぐらいの勢いで面倒見てくれてる感じはあるから、うんうんうん、そこはもう弾力運用ってことですよ。うんうん、でも、まあ、自分は妙想寺信徒なんだっていう、その妙想寺貴族意識はちゃんとしてるので、なるほど。そこがちゃんとしてる限りは、できる限り許してもらえるんだったら、向こうの校中に参加していいわけね。なるほど。いけないっていう部分っていうのがあるとすれば、そこはタッチしちゃいけないだけで、向こうのご住職と校が許してくれるんだったら、そこはもうどんどんと行ってもいいわけよ。なるほど、ね。完全に馴染んでる感じでしたからね。なるほど。うん、僕なんかも、行っていいものなのかどうなのかもちょっとわからなくて、で、まだいろんな計算積まないとって思ってて、ちょっといろんな調べ物してたんですね。うんうん。なるほどですね。でも結局大事なことは行を積むことだから。そうですよね。うん。だから足運んでご本尊様にお題目となるべく唱えた方がいいですよ。なるほど。うん。そういうことですね。うん。うん、そしてご自戒はちゃんと手続きがあるから、勝手に行ってお願いとかっていうのはダメだってことですね。筋目が違うってことですね。必ずこっちのご住職から向こうのご住職へっていう、この、このシステム取らないといけないんですね。なるほどですね。わかりました。